産経新聞。令和三年8月8日日曜。産経賞人のように春夏秋冬があるように、名人と呼ばれる人にも黄昏時は訪れる。話の途中で言葉が使えた八代目桂文楽は、勉強し直してまいります。と言って講座を降りた。 表舞台に戻ることとはなかったという影を引く後ろ姿はいつの世も胸を打つ体操の内村航平選手もそうだった東京五輪の鉄棒で落下し僕は多分もう主役じゃないどんな名手にも逆らえぬ時の流れがある姿を拝んだことはないものの五輪の神様が 世の無情を教えてくれたようである五輪のメダルには総欲を持つ二シンの姿が刻まれている気分屋で知られる女神は時に勝負の無情も教えてくれる陸上男子4 0 0ルリレーでは正確さで鳴らす日本のバトンパスにほころびが出たこれもスポーツだと思うとは 山形亮太選手の嘆きである。スケートボード女子パーク決勝をご覧になった方は神様の粋な演出もご記憶だろう金メダル最有力とされた岡本美嗣選手が最後の大技に失敗した直後である肩を落とすその人にライバルたちが駆け寄り抱擁の輪が広がりハ者の顔に涙混じりの 笑みが咲く痛みへの共感、勇気への賛美、戦友との連帯、神様が伝えたかったものは何だったろう。長く大引く余剰は今も胸の中をさらずにいる。若者たちの歓喜と涙、数々の名場弁と言葉を残して、東京五輪が閉幕を迎える。これほど 心を動かされた夏は記憶にない「海の神様ありがとう」も印象深い波打ち際で深々と頭を下げたサーフィン銀メダルの五十嵐カノア選手であるコロナ禍にも膝を折らず東京に集った全ての若者たちがこの夏の勝者だろう誰かに何色かのメダルを 届けねばならなかった神様の苦労の跡が忍ばれる。